好，大家好，这里是阿酷，这次要玩的游戏是 PlayStation 上面发售的《库洛魔法使》这一款。这一款我当初玩的时候，刚好是在台湾卫视中文台刚播映的时候，没多久就发售的游戏，也刚好对到这个时候。这款其实就是很单纯的那个小游戏集，然后搭配着梅花的故事跟过场影片，然后再进入小游戏，然后再结束第一章吧，进入第二章，这样子章节式的，然后每一章都有一个配合故事主题的小游戏，玩起来其实很简单，很简单就玩完了，对。然后很轻松，很放松，没有什么压力，你就很单纯欣赏这部故事跟这部动画跟这部作品的游戏。对，我个人是很喜欢啦，因为它算是玩过那么多各式各样可能做比较难的 RPG 的，或者是那种压力会比较大的时候，就会想要玩这种轻松的这样。我个人觉得这虽然是小游戏集，但是品质还蛮不错的，蛮值得推荐大家去玩。好，我们开始咯。プラと不思議な魔法の本。每一画的标题就等于仿照原动画版本一样，其实很有跟原作的配合，就是很符合原作的感觉。私、木之本さくら、友枝小学校の4年生。好きな科目は体育と音楽。嫌いな科目は算数。最讨厌是算数。哦，比较辛苦一点就是这里面的文字几乎都假名哎，没有什么汉字，所以解。像我这种日文还不是非常熟的人，可能要读的时候比较辛苦一点。总之是个非常有元气的小女孩。帰りは9時になります。おやつは冷蔵庫の中にあります。要忙到九点才回来，点心在冷冻库里面。好，我们现在可以动了，这样你看很可爱齁。对啊，我觉得这里面的那什么 Q 版模组做的真的很可爱。开电视。要听音乐吗？到处可以走走这样。首先先去冰箱，冰箱在这里。布丁的，布丁。啊，小樱妈妈的照片。私のお母さん、木之本なでしこさん。是木之本福子。在我三岁的时候就去世了。好可爱哦，最喜欢这种豆豆脸了。谁在那里？现在爸爸跟哥哥都不在。
り、お父さんの地下室からだ。我是爸爸地下室传过来的。どうしよう。怎么办？泥棒さんだったら。怎么办？如果小偷的话。誰かいたら警察さんを呼ぼう。如果谁在的话，就叫警察吧。听起来好像是史莱姆在蠕动声音耶，蛮可怕的。发光的书本，卡朵，卡朵，卡片 ，win，win。何これ？おにょにょちわ！哎呀，克斯克鲁呢？呀，アンさんよう愛を目覚めさせてくれたわ。大阪弁？大阪腔。你はケルベロス。哦，大白天真的很难听懂，真的很难。哦。雪国侠跟守护者。好久没有那么爽了的。哇，人生就是各式各样的、啊，呵，好没说服力哦。卡多卡阿拉黑，兄弟，兄弟呀！卡多卡阿拉黑，啊，关系的讲法，卡片不见了，为什么？为什么？这些问题很大啦。本の中にはな、黒カードが入っとったんや。在这本里面放的都是叫骷髅卡的东西。黒カード？骷髅卡？黒カード。の封印が解かれるとき、この世に災いが訪れる。这张卡封印解开会造成各式各样的，应该是这样子吧。哎呀，能力不，日本能力实在不够好。そのカードはクローリードっちゅうすごい魔術師が作った特別なカードでな。一枚一枚が生きててすごい力が宿っとるんやが、それぞれ好き勝手に行動したがりよる上に波のもんでは歯が立たん。そやからクロー自身がこの本を作って封印の獣であるワイを本の表紙に置いたんや。とにかくこの本を開けれたっちゅうことは多少なりとも魔力を持ってるっちゅうこっちゃ。お前さん名前は？さくら。よっしゃさくら、そこ立ってみ。え？
これ封印の鍵よ。何時との契約を望む者がここにいる。少女、名をさくら。鍵よ、少女に力を与えよ。レリーズ！さくら、杖を取るんや。よっしゃ！カードキャプターの誕生や！カードキャプターさくらの初仕事や。好，第一话的游戏基本上就是躲攻击，就这么简单。给你一个距离，然后在这距离之间闪过那个什么 fire 的攻击就可以了。有往上跳跟往下蹲这两种。その動きをよく、然后撑到终点就可以了。下からの攻撃ならしゃがみ、低いとこから来たらジャンプや。続けとったらきっとチャンスが来るはずや。バルーンやで、さくら。セルンや。啊，他会给提示箭头给你，所以说很简单。你只要时间有抓好就可以了。我真的觉得小学五年级能做出这样是很猛欸，超猛的。構えたカードや。早速使ってみ。これはどんなことができるの？好不容易才抓到一张卡，那我们来用看吧。那要怎么用才可以？那要怎么用才行呢？あ、やってみて。第。Why? どうや、気持ちいいやろ。うん。これからもよろしくな、カードキャプターさくら。うん。え、だから私はやるなんて言ってないよ。
本当にびっくりすることがありました。チカのお父さんの書庫で見つけた本一会儿时间差不多就是这样子，之后的上传可能就是一画一个影片为一画一片的方式将上传，就好像看一部 TV 动画一样。ぬいぐるみさんはケルベロスというそうです。でも長いのでケロちゃんと呼ぶことにしました。そのケロちゃんのせいで私のせいもあるけど、私はクローカードという魔法の力を持ったカードを探すことになってしまいました。はう、そんなこと私には絶対無理って言ったのに、ケロちゃんは聞いてくれません。そのまま外に連れ出されて、なんとかフライのカードを捕まえましたけど、やっぱり私にカードキャプターなんか無理です。好，做记录咯。好，总而言之，第一集的影片就先到这边结束啦。嘿，之后第二话会就是之后会依序上传第二话、第三话，将这样上传下去。总共几话呢？其实我有点忘记嘞。不过就是目前就是一话一部，一话一部影片的方式这样上传，这样。好，总而言之就先这样啦，拜拜喽。